ただいま4時50分です。実家に来ております。さあ、なぜでしょう。今日は、そうです、釣り行きます。釣りファッションでーす。え、朝の9時50分です。今日はちょっと遅めです。着込んでます。みんな本気です。これも特権ですね、早起きの。フグが釣れました。フグ釣れませんね。釣れません。どうしたこと。乗り出して6時間。私は3匹。こちら20匹以上。天気がいいです。手がしびれてきた。はい、というわけで帰ってきました。今からさばきたいと思います。16枚。はーい、はい、見事こんなになりました。はい、というわけで、釣ってきたカワハギ、ちょっとカワハイでおろすところ取れなかったんですけど、はーい、今も食べております。1日寝かせました。はい、というわけでいつもの場所にやってきました。ここからね、こっちにテレビがあって、こっちを見ながら私はいつも、一人でご飯を食べたりしてます。バイバーイ。さあ、今回初めてカワハギ釣りしましたけど、うん、めちゃめちゃ楽しかったです。もう一回行きたいな、年内。うーん、芋溶けてる。これをお醤油に溶かします。最高じゃん。肝醤油で。肝がすごい大きくて、冬だから。
なのか。プリプリでした。最高。贅沢。最近ちょっと外食が続いたので、今日は控えめにこれだけにしようと思います。ちょっと釣り中はガチで自分で撮ってるので上手に残せなかったんですが、釣りの内容というよりは私の日常の一コマがお届けできたらいいかなと思ってます。一時期ちょっと中断してたんですけど、まあちょこ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 たまにあげるのはありかなと思って、これからもこんな感じであげ続けます。じゃあみんな、またねー。